はい、どうもこんにちは、ゾウです。今日はですね、風邪をひいてこんな声になってますが、撮影をしていこうかなと思います。で、今日はこちら、はい、これはね、ちょっと買ってきたんですけど、まずはじめにこちらの動画をどうぞ。あ、すみません。ありがとうございます。何枚お求めでいらっしゃいますか？1枚で、1枚で、1枚、かしこまりました。では1枚で1500円です。ありがとうございます。2枚って言ったらミッキーとミニーだね。いや、これが1つセット。あ、そっか、しております。じゃあ、お釣り9000円返しですね、はい、確認を一緒にお願いいたします。先させて失礼します、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9000円でございます。はい、お待ちしております。こちらは品物ですね、お一つになります、はい、この中にフリーキップ1日のもの2枚入っているのですが、ご覧いただいた通り有効期限でございます。2020年の1月31日までですね、うん、ご使用の際、払い物する際、この期限内にお願いいたします、はい、また払い物する際なんですが、すべて未使用の状態でこの状態でお持ちいただければ手数料ですね、420円差し引いた金額でお戻しできますので、はい、合わせてお願いいたします。お待たせいたしました、またお待ちしております。ありがとうございます。こんばんは、はい、ありがとうございます。買えたぜー。わー、すごい。リゾートゲートウェイステーション、そう、舞浜のですね。舞浜のところじゃないと買えないので、はい、ぜひね。一応売り切れ次第終了なので、昨日から発売してます。10日から発売してたので、うん、ぜひ皆さんもマナフル会員の人は買ってみてください。はーい、かわいいね。また後で開けてみよう。そうね、また開封動画出します。はい、ということですね。ディズニーリゾートラインで12月の10日からですかね、ディズニーリゾートラインで、ファンダフルディズニー会員限定のリゾート、フリーキップかが発売されたので、それを購入してきました。イエイイエイ。で、今回ですね、その買ってきたのをちょっと開封していこうかなという動画です。はい、すごい久しぶりにこんなアングルで撮影してますけど、いつもの感じとどうですかね。こっちの方が商品自体は見やすいかなと思いますけど、はい、じゃあ開けてみたいと思います。いや、本当はですね、今日僕も体調があんまり良くないので撮影するつもりじゃなかったんですけど、ひーさんがどうしてもこれを開けたいというもので今撮影をしております。開けたかった、開けたかったね開けたかったっていう割に今隣で全然違うことやってますからねはい、袋はこんな感じになっております。はい、じゃあ開けていきましょう。いきます、せーの、チャリラリラリー。袋がかわいい。おー、かわいい、うん、はい、こんな感じですね。僕思ってたよりもちょっとちっちゃかったなって、もうちょっとなんか大きいのに入ってると思いましたけど、はい、近くで見るとこんな感じになってますですね。ファンダフルの衣装があって、うん、で裏面が、うん、リゾートライン、かわいいよね。これファンダフルディズニーの衣装、またね、来年からファンダフルディズニーの会員のカード、会員証とか、あとはファンダフルディズニー限定のレジャーシートとか全部変わってビッグバンドビートになるんですよね、うん、あれかな、レジャーシート1月の7日からだったかな、なってたね。あれ絶対なんか前のファンダフルのレジャーシート売り切れ、なんか結構早く売り切れたって言った時、今のやつはまだ売ってるよね。あのレジャーシートも売ってないんだ。あ、そうなの。そう、トートバッグとバインダーとキーチェーンみたいなだけ。なんか結構ね、あれキーチェーンってどんなやつだっけ。キーチェーン、あの実写、そう、プカプカなやつ。まだある。あ、あるんじゃないかな。
はい、じゃあ開けていきたいと思います。せーの、じゃじゃーん。おお、かわいい。マジか。なかなかその角度から見る人いないよね。最初ここでしょ。これね、ほら、ここなってるんですよ。ちょっと光で反射してみないか。こんな感じ。すごいね。だからあれだね、あのリゾートラインの窓から見える景色ってことだ。いい、あ、なるほど、うん、最高、最高です。かわいいね、窓からの景色をご覧ください。窓からの景色ティティ、ちょ、角度によって変わるのかな。いや、ほんとそんな感じ。ちょっとうまくできない。はいはいはい。リゾートラインをご利用のお客様、シュッってことでしょ。ってことだね。すごいね。かわいいわ。かわいい。はい、こんな感じですね。明日使おう。明日、明日使おう。はい、こんな感じになってる。使わないってゾウさん言ってるから。で、ミッキーが、はい、ランドで、ミニーちゃんが C ですね。うん、かわいい。いいね。かわいいよ。で、一応有効期限が2020年の1月31日までなんで、まあ約1年ちょっとかな。あ、2年か、19年の1月、まあ約1年ちょっとか、うん、うん、そうだね。まあ大体まあ丸々1年は使えますよっていう感じですね。ワンデーパス、うん、ワンデーって普通600円だっけ。ワンデーは普通600円ぐらい、600いくらだった気がする。ツーデーが800いくらだね。ツーデー800円、800円か、うん、なんでちょっと値段は上がってます。はい、でこれは、2018年の12月の10日から売り切れ次第終了ということなので、お早めに欲しい方は買い求めていただければなと思います。で、値段が2枚で1500円なので、普通のよりは少し高いですが、まあ、このクオリティだったらね、全然それでも出す価値はあるなとは。台紙はね、うん、台紙付きですからね。うん、思います。はい、で、販売してるところがリゾートゲートウェイステーションの乗車券センターっていうところなので、あのイクスピアリの隣、うんうん、あの舞浜駅の方ですね、あそこで売っています。なんでランドとか C のあっちの方では売っていないので、そこはお気をつけください。僕調べないでね、ランドの方のステーション乗り場にね、行こうとしちゃったからね、ツアーで、うん、したね。そうで、必ずで、自販機の販売ではないので、必ず乗車センターに行ってこれくださいっていう風に言ってください。で、対象者はファンダフルディズニーのメンバーズカードを所持している会員のご本人様っていうことで、これ欲しいんですけどって言ったら、会員証ありますかって言われるんで、それを見せるだけで大丈夫です。で、ファンダフルディズニーに関しては、前にファンダフルディズニーのトートバッグ買いましたっていう動画を出しているので、そこでさらっと説明をしているはずなので、そちら見ていただければなと思います。はい、ということでですね、今回は T さんのご希望でこれの開封動画を撮らせていただきました。まあ、使うことはないとは思うので、こうね、飾っておくような形になるかなと思います。で、一応なんかこれ全部セット、この状態で持っていけば払い戻しができるようなので、手数料引かれるらしいんですけど、400円ぐらい手数料引かれるって言ってたかな。だったらまあ使わずにね、大切に持っていた方がいいかなと思うので、ぜひ。まあ、でも使っても別に、そう、残るから別に使ってもいいのか、期限内にね。まあ、じゃあ使うか、使わないでおくか、うん、まあそこはご自由にって感じですね。はい、悩むね。まあ未使用で取っておくっていうのも一つコレクションとしてはいいのかもしれないですし、うん、その方がいいな、うん、なのでまあ僕たちは使わないかなと思います。はい、はい、ということで今回はこの辺でマニアックになってきたね、うん、動画を終わりにしたいなと思っております。説明欄に Twitter と Instagram のリンクがありますので、そちらからフォローお待ちしております。またこの動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、すごいたくさんの人に体調大丈夫ですかっていうコメントをいただけて、私はそのコメントを見てすごくほっこりしておりました。それだけで元気がもらえそうで、本当にありがとうございます。はい、ということでまた動画の方更新していきたいと思います。少し更新頻度が落ちる可能性がありますが、体調が治ったらまた出していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。早く直せよ。サンキュー。